屈指使ってみたらどんな感じ。直近のアップデで追加された新ヒーロー屈指、今回は実際に使ってみた感想をざっくり話していきます。ステータスはこのようになっていますが、やはり火力不足感がありました。 HE はサメ、ワープ、ガトリンの順で強かったです。また HS は軽くて硬いので強いですね。攻めの起点でも耐久でも使えそうです。デッキに関してはカウンターとカット3枚を入れたカード構成か、自由枠プラスカット3枚を入れたカード構成になるんじゃないかなと思います。自由枠に入れるカードとしてはシルブレ、お母さん、カノーネ、タイゲン、ブレドラあたりになっていくんじゃないでしょうか。というわけで屈指使ってみた感想でした。今後実際にどんな風に使われていくのか気になりますね。